パフュームある人殺しの物語は2006年制作のドイツ・フランス・スペインが作映画。18世紀のパリを舞台にしたパトリック・ジュース・キントの香水ある人殺しの物語の映画化。日本では2007年3月3日から公開された。エイリン規定では PG-12 指定になった。18世紀のフランス・パリ。悪臭漂う魚市場で一人の赤子が 産み落とされた。やがて孤児院で育てられたその男児の名は、ジャンバティスト・グルヌイユと言い,い、生まれながらにして、数キロ先の匂いをも感じ取れるほどの超人的な、嗅覚を持っていた。成長したグルヌイユは、ある日、街で素晴らしい香りに出会う。その香りをたどっていくとそこには一人の赤毛の少女が、いた。少女の大衆にこの上ない心地よさを覚える、グルヌイユであったが、 誤ってその少女を殺害してしまう。少女の香りは永遠に失われてしまった。しかしその香りを忘れられないグルヌイユは、少女の香りを再現しようと考え、橋の上に店を構える、イタリア人のかつて売れっ子だった、長考士バルディーニに、弟子入りし、香水の製法を学ぶ。同時にその天才的な嗅覚を生かして新たな香水を考え、バルディーニの店に客を呼び戻す。 さらなる超高技術を学ぶため、香水の街、グラースへ旅に出るぐるぐるは、その道中、なぜか、自分だけ大衆が一切ないことに気づく。グラースで彼は、裕福な商人、利子の娘、ローラを見つける。以前街角で殺してしまった赤毛の少女に、そっくりなローラから漂う大衆は、まさに、あの運命的な香りそのものだった。これを香水にしたい。 という究極の欲望に駆られたグルヌイは、油に匂いを移す高度な調光法である、霊心法を習得する。そして時同じくして、若い美少女が、次々と殺される事件が起こり、グラースの街を恐怖に陥れる。髪を短く刈り上げられ、全裸で見つかる、美少女たち。グルヌイはすでに禁断の香水作りに、着手していたのだった。 カッコ内は日本語吹き替えプロデューサーのベルント・アイ・ヒンガーは1985年に映画化権を取得しようとしていたが断られたパフュームある人殺しの物語は世界中で1500万部を売り上げているパトリック・ジュース・キントの1985年の小説に基づいている。報道によるとジュース・キントはスタンリー・キューブリックとミロス・フォアマンのみが正しく映画化できると考えており、 他のものによる制作を拒否していた。小説が発売されるとすぐに、ジュース・キントの友人で映画プロデューサーのベルント・アイヒンガーが映画家権を獲得しようとしたが、やはり断られた。2000年にジュース・キントは承諾し、権利をアイヒンガーに売却した。コンスタンティン・フィルムの重役が売り値の承認を拒否したため、アイヒンガーは個人でローンを組まねばならなかった。 彼は映画家権獲得のために1000万ユーロを支払ったと噂されている。ジュース・キントは本プロジェクトには関与しなかったアイヒンガーと脚本家のアンドリュー・バーキンにより脚本草案の執筆が開始された。アイヒンガーは最大の問題は主人公は自分自身を表現していない。小説家はこれを補うために物語を使用することができる。それは映画ではできない。 登場人物が話せば観客はキャラクターの感覚だけを得ることができると語った。またアイヒンガーはこのような素材を使えば脚本に関与する監督のために特に重要であると述べた。アイヒンガーは幾人もの映画監督と会い、トム・ティクバがこの素材と調和していると感じた。2003年、ティクバはアイヒンガーとバーキンと共に小説の本案作業に参加した。 脚本は最終的な撮影台本となるまでに20以上の段階を経た。3人の脚本家がストーリーやキャラクター面で具体的かつ個々の視点を持たせ、小説の雰囲気を忠実に映画化するために懸命に働いた。制作費は5000万ユーロであり、最も高額なドイツ映画の一つとなっている。アイヒガーがかつて CEO を務めていた。 コンスタンティンフィルムと奥万長者のギゼラ・オエリと VIP メディアファンズにより融資された。パフュームはオエリが初めて投資した映画であり、彼女は共同プロデューサーとしてクレジットされている。映画はドイツ連邦映画委員会のドイツフランスアグリーメントファンドからの20万ユーロの資金を受けた。ユリミッチスからは60万ユーロが共同資金として提供された。 ドイツ連邦映画委員会からは、資金40万ユーロを受け取った。制作資金として、フィルムファンスハ・ホンズ・バイエルンから160万ユーロ、ドイツ連邦映画委員会から100万ユーロ、フィルムスティファ・チューング NRW から75万ユーロを、提供された。配給費用としては、フィルムファンスハ・ホンズ・バイエルンから20万5000ユーロ、ドイツ連邦映画委員会から18万ユーロ、 バイエルンバンクファンドからは15万ユーロを受けた。2005年10月、VIP メディアファンドの CEO で本作の制作葬式の一人であるアンドレアス・シュミットが詐欺と脱税の容疑で逮捕された。調査の結果、パフュームへの融資にいくつかの問題があることが判明した。シュミットが税務当局に提出した書類によると、VIP は映画に2500万ユーロを投資していた。 しかしコンスタンティンフィルムの台帳によると VIP も投資はわずか410万ユーロとなっていた2500万ユーロに足りない金額は銀行保証や投資者への支払いに使われていた2007年11月シュミットは有罪判決を受けた当初2004年第3四半期に撮影を開始する予定だったが映画制作者たちは 主人公のグルヌイユを演じきれる俳優を見つけるのに苦労していた。グルヌイユ役の俳優の発見には約1年を要した。キャスティングエージェントのミシェル・グイッシュのアドバイスを受け、ティックバはトレバーナン製作の舞台でハムレットを演じるベン・ウィショーを鑑賞した。ティックバはすぐにグルヌイユ役にふさわしい俳優が見つかったと感じた。続いてオーディションでアイヒンガーもウィショーがふさわしいと確信した。 アイヒンガーは、ウィショーを、無邪気な天使と殺人者の両方を表現できると、説明した。クルヌイユに、香水の調合法を教えるバルディーニ役には、ティクバはすぐに、ダスティン・ホフマンのことを考えた。ホフマンは、ランローラランを見て以来、ティクバとの仕事を望んでいた。ホフマンとウィショーは、主要撮影の前に一週間リハーサルを行い、香水作りの講座を受けた。 二人の俳優のシーンは、キャラクター関係の自然な進行を終えるように順取りで、行われた。合計で5200名のエキストラが起用され、多い時には同時に1000人が使われた。映画のクライマックスの乱行シーンでは750名のエキストラが必要とされた。ダンス劇団、ラフラデルス・バウスの50名とベテランのタレント100名が、群衆の中核を成し、 残り600人のエキストラがその周りに配置された。映画の外観を定義するために、スタッフは、スリーピーホロー、アマデウス、オリバー・トーイスト、バリー・リンドン、フロムヘル、エレファントマン、ドラキュラ、ジェボーダンの獣、ビドック、レ・ミゼラブルなどの時代劇を鑑賞した。ティックバは、撮影中の適切な照明の不足及び、その物語の性質の両方により、 明確に暗い美学を持っていると評している。映画制作者たちは、カラバッチを、ジョセフライト、レンブラントなどの画家からインスピレーションを得ている。映画制作者たちは、元の設定と同じく18世紀のフランスを求めたが、実際に撮影されたパリは19世紀に近代化された。その素朴な風景と自然のままの旧世界の街の、代替として、クロアチアが当初考えられていたが、 その価値は正しかったものの、ロケーションの距離に問題があったことが判明した。最終的に映画制作者たちは、クロアチアよりも割高になるものの互いに近い場所であるスペインで映画のほとんどを撮影することにした。主要撮影は2005年7月12日に始まり、10月16日に完了した。最初の十五日間は、ミュンヘンのババリアの最大劇場にて仕事場での、 グルヌイユのバルディユの場面の撮影に費やされた。ホフマンのシーンは最初の11日間で全て完了した。残りのシーンの大半はスペインのバルセロナ、ジローナ、フィゲラスなどで撮られた。バルセロナの通りはパリの代わりとして撮られた。バルセロナのゴシックの歴史的な街の中心部はパリの魚市場として使われた。バルセロナのプエブロエスパニョールは 最後の乱行シーンのロケに使われた。本物のような街の汚れを作成するため、約60名のドロハンと呼ばれる映画スタッフたちが街に残骸を散布した。2トン半の魚と1トンの肉がゴシックに分散された。いくつかの山と森のシーンはジローナで撮影された。街はまた、マダム・ワルニフィの自宅やスタジオのロケ地を提供した。フィデラスのサンフェラン城は、 川なめし工場、パリの門、グルヌイユが捕まるダンジョンに使われた。グラースのラベンダー畑として使用されているものを含む、いくつかの風景は、主要撮影開始前の2005年6月に、フランスのプロバンスで撮影された。パフュームの撮影監督は、ティクバの作品をすべて手掛けているフランク・グリーベが、務めた。映画は、アリーのカメラとレンズを使って撮られた。 カメラが被写体までの非常に接近する必要がある。シーンでは、グリーベは、ケンホーシー・ネットマンシュノーケルレンズシステムを使った。ポストプロダクションは、ミュンヘンで行われ、2006年第3四半期に締結し、9ヶ月で完了する必要があった。編集者のアレクサンダー・ベルナーは、すべてのロケ地とセットで、ティクバと共にいた。ティクバによると、多くの時間を節約しつつ、 撮影を進行していたので、バーナーも細かく編集した。ティクバは映画がタイトなスケジュールのために、このように動いたと述べた。映画にはデジタルインターミディエートが使われた。約3ヶ月がグレーディングに費やされた。映画のスタッフが早く到着して、花が満開になっていなかったため、デジタルグレーディングツールでラベンダー畑の色が改善された。約250ショットに及ぶ。 視覚効果作業は、プラハのユニバーサルロダクションパートナーズによって行われた。視覚効果作業の多くは、ワイヤー消しなどの細かい CGI 修正、群衆の調整とセットの拡張に費やされた。スケールモデルは、セーヌ川の橋とその上の橋のショットの作成に使われた。1997年のウィンタースリーパー以降から引き続いて、ティックバ自身と友人のジョニー・クリメック。 ラインホルト・ハイルの3人が音楽を手掛けた。音楽はベルリンフィルハーモニー管弦楽団がサイモン・ラトルの指揮の下で演奏した。ティックバは脚本作業に取り組み始めると、同日にクリメクト・ハイルと共に作曲を始めた。2007年2月頃より日本で放映された本作のテレビ CM において、CM の最後に一瞬だけ映る。 本作のクライマックスの750人もの全裸の男女のラブシーンが話題となった。CM 放送開始直後から本作の配給会社には問い合わせが殺到し、一部のテレビ局ではこのシーンが入っていない別バージョンに差し替えられたり、CM 放送そのものを拒否したツボネもある。ありがとうございます。